影実。それはチョコレート。ただのチョコレートではございません。実は中にはウイスキーが入っているのです。ウイスキー、シャドウ様からお教えいただいた穀物を蒸留したものを木の樽の中で長年置くことによって作ることができる黄金のお酒です。長年って作るのに時間がかかってしまうの？ええ、でもその懸念はイータが無事解決してくれました。ブイ、この装置があれば短時間で良質なウイスキーを大量に作ることができるのです。美味しい。でもどうしてウイスキーをチョコレートの中に？マスター、ウイスキーとチョコ合うと言っていた。あえて一口で食べられるようにした方が美味しいのではと考え、中にウイスキーを閉じ込めてみたのです。へえ、いいアイディアね。シャドウ様の描かれているものに至っているかは分かりませんが、次の三つ星商会の新作チョコレートとして売り出していきたいと思っています。いいと思うわ。で、これの名前は？お、まだ決めていませんでした。どうしましょう。これを食べながら考えるとしましょう。そうです。食べる。いいと、飲めよ。これ結構 お酒強いんだから。本当にガンマはお酒に弱いわね。頭がボワンボワンする。ガンガンでなくて。これの名前決定。え、命名ウイスキーボワンボワン、うん、ウイスキーボワンボワン、少し言いにくくない？